最強ディフェンダーの翔吾です。いやよいしょ。ドリブルデザイナーの壁です。マネージャーの大ちゃんです。いや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 、めでたいね。めでたいめでたい、ありがとうございます。タイ持ってきてきよ。ついに始めます。 TikTok、Twitter ではもう話題の最強ディフェンダー翔吾です。 YouTube デビューでございます。皆さん待ってました。今回、うん、YouTube では皆さんからの要望の強かったディフェンスの守り方、1対1対人の方法とかね、聞きたいっていう要望がいくつか来たんで、はい、そういうのを説明していけたらなと思って、うん、いくつか来たんでって言ってるけど、うん、とんでもない数来てるから莫大なねこれでもそうすると抜きづらいディフェンダーがめちゃくちゃ生まれてきちゃいますね。で今回は一番言われることっていうか議論の元になったものがあって、うん、それはまず翔吾ボス、うん、足揃ってないって結構言われる。半身でしょ、素人かよ、うんうん、みたいなところが結構質問っていうか、あの問い合わせっていうか多かったから、その辺を説明していきたいなと。え、じゃあこれを最後まで見ることによって、うん、見てくれてるこの人が、うん、ディフェンス上手くなっちゃいます。もう上手くなっちゃうか分かんないけどその謎は解けると。まずディフェンスのなんでっていうところを頭的に解決して、そっからこうやったらいいんじゃないかっていうのを考えていきたいなっていう。まずなんでが分かんないと、なんで半身なの、なんでこうなのっていうのが分かってないと、最初のスタートラインに立ててないっていうか、ごちゃごちゃになっちゃうから頭が、うん、え、ってことはこの動画を最後まで見ると、うん、見てる人がディフェンス上手くなるってことですよね。2回目だから上手くなる結果ね、上手くなる、上手くなると、ね、選択できるようになる、ね、そう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 、うん、じゃあもう早速、はいはい、説明していきたいと思います、はい、みんなチャンネル登録よろしくね。まずディフェンスの対人の時の構えでフラットの構え、僕がよく言われてる構え方、あと、まあ、一般的に言われてる半身の構え、横を向いてこうやってこういう風に構えるやり方、パッてどっちがいいですかって言われても、どっちが正しいとかっていうのはありません。これはただ半身で守った方がいい、フラットで守った方がいいっていうのを自分で判断して選択してほしいんです。ただそのためには半身の時にはどういういいところがあって、どういうダメなところがあるかで、こういうフラットの構えの時にはどういういいことがあるか、悪いことがあるかっていうのを皆さんに知ってもらいたくて、その説明をしたいと思います。まず半身の構え、半身の構えの時に相手がドリブルしてきて、こっち側にいた時は向いている方に熱いからついていきやすい。ただこっちの逆にいた時にはこういう風に向かなきゃいけないから、なかなかついていけないっていうのがメリットとデメリット。フラットの時には右にもついていけるし、左にもついていける。ただボールを後ろに出されるようなドリブルをされちゃうと、こっちのこのターンが必要になってくるから、その分遅れが出ちゃう。で僕がこのフラットの構えをしてるっていうのは、後ろに相手を進ませないぞっていうディフェンスを自分が心がけてるのと、まあ、そういうディフェンスの仕方をしてるんで、あえてしてるんで、こういうふうに守ってる。ただそれだけで、あの半身が悪いとかフラットがいいとかっていうわけじゃなくて、自分のそのディフェンスのタイプがあると思うんで、こっちの方がいいんじゃないかっていうのを考えてやってほしいなと思います。はい、皆さんにとって少しでもためになるようなことが配信できたらいいなと思って、こんな感じの説明を今後もしていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。 OK。 これさ、うん、実際ちょっとプレイしたりしたらよくない、うん、あ、見たいね。やればいいよ。いや、ここを2人はよくやるしさやるのはもう自分が海外行くチャレンジする最後でいいでしょ。ゴリゴリのやつはやってよ。え、どういうこと？バスケやってたんだし。バスケやってた人たちが怒られるけどいいじゃん。あとゴリラの気温。いや、ゴリラに怒られるゴリラに怒られる。もういや、実際対戦してそういうの、ね、
半身じゃないやり方ってどうなの？今ウィークポイントを教えたから、ほら、そういうウィークポイントを攻めればもういいね。取るってことですか？そう。え、これ切ってる？いや、切ってないです。まだ切ってない。やろうよ、じゃあやろう。やる？まだ切ってない。うわ。普段だってさ、みんなが対戦してるの見てるわけじゃん。そうっすよ。やりたくない。逆に？俺はね。ちょっとやるじゃん。行こう行こう。これでもほんまあれやで。じゃあほんまに中国のこと抜いたら使ってください。使ってよ。今日抜いたら使いやじゃん。どうしましょうか。やめましょうか。逆に抜けると思ってるの。あんなゴールに入れるだけだから。やめ。行きましょう。ん？あ、やばい。行けよ。うわぁ！待って、撃とうでしょ。これだ。うわぁ！これね。うわぁ！あー！今のは多分、フラットに構えたんだけど、やっぱ横に出すに足が当たっちゃう。うわぁ！うわぁ！うわぁ！ちょっとやばい。笑ってもんな。わかるよ。あれだったよ。笑ってもんな。めっちゃ重かったから。笑ってもんな。ちょいちょい。うわぁ！正面で関係ない。そんな関係ないですよ。そんなあれですよ。おたくらだけですよ。